はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、マイナポイントとキャッシュレス消費者還元事業が終了したら、マイナンバーカードを使ってお得に5000円ゲットということで、今回は今度始まるマイナポイントについてですね、過去動画で何度かピックアップしたんですけども、まあ、改めてですね、実際にマイナポイントって何世やですとか、あとはその今後のキャッシュレス決済の使い方などを含めて、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それで行ってみましょう それでは早速ですね、こちらからお伝えしていこうと思うんですが、すごくですね、見覚えのあるマークだと思うんですけども、こちらは経済産業省が出しているキャッシュレッショ医者還元事業というような取り組みですね。まあ、このポスターとかシールが貼られているところであれば5%還元であったりとか2、2%還元がされるということですね。そしてですね、このキャッシュレッショ医者還元事業がですね、期間が2020年の6月いっぱい、6月の30日で終了となります。いや、ほんと考えたら早いですよね。 今動画出してるのが5月の23日なので、あと残り1ヶ月とちょっととなりました。なので、このキャッシュレーション者還元事業の対象でもある飲食店、コンビニとか、あの EC サイトですね。楽天とかヤフーとかアマゾンとかですね。まあ、こういったところが、6月30日で終了となります。まあ、実際にね、あと1ヶ月ちょっとということではあるんですけども、終わったら終わったで、本当にちょっと寂しくなるなっていうふうには思いますね。結構この5%や2%って、かなりでかいなと思いました。 で、今回の本題はここからですね。んということで、マイナンバーカードでマイナポイントということで、このカラフルでね、まあ出てるマイナポイントなんですけども、こちらは経済産業省ではなくて、総務省から行われる取り組みとなっております。で、このマイナポイントに関しましては、期間は2020年の7月からスタートしまして、2021年の3月までが期間となっております。 まあ、なので、本当にね、キャッシュレス消費者還元が終わってからもすぐにこうバトンタッチするようなイメージでいいかなと思いますね。で、そもそもこのマイナポイントって何ゃやということなんですけども、まあ、めちゃくちゃ簡単にお伝えすると、マイナポイントっていうのは、キャッシュレス決済事業者を通じて国から付与されるポイントということで、なので、まあ、国からもらえるボーナスポイントみたいな感じですね。で、今回のそのマイナポイントを出す目的なんですけども、大きく二つということですね。まず一つ目は、マイナンバーカードの普及ですね。もうこれは本当にもうこのマイナポイントの 本来の目的でもあるんですが もう今実際ね、手元にある人もかなり多いと思いますし、それに加えて、あとは通知カード、ペラペラの通知カードだけ持ってる方っていう方も結構いらっしゃるのかなと思います。なのでその通知カードからこのマイナンバーカードにまあ普及するためにも、このマイナポイントっていう、まあお国のキャンペーンというような感じですね。あともう一つはキャッシュレス決済の普及ということで、まあこのマイナポイントを取り組むためにはこのキャッシュレス決済がどうしても必要となるんですけども、それをまあ普及させるために、今回の取り組みが行われるということです。 で、す目的はでこのマイナポイントについての実際の流れを大まかにお伝えするとこの4通りとなっておりますで、一つ一つですね簡単に小分けにしてお伝えしようと思うんですが先ほどもお伝えしたようにこのマイナポイントを利用するためには必ずマイナンバーカードを 通知カードでなくて、ちゃんとしたカードですね。このマイナンバーカードが必要となります。でそれとプラスアルファで、マイキー ID の登録まで行う必要があるんですが、この動画ではこのマイキー ID の登録についてはお伝えしません。 まあお伝えするタイミングはまあこの取り組みが始まるぐらいでまあお伝えしようかなと思うので、ここはご了承ください。そして次二つ目ですね。実際にそのマイナンバーグーを取得して、マイキー ID まで取得している状態で、二つ目はこの好きな決済サービスを選択ということなんですけども、このマイナポイントを利用するためには、いずれかのキャッシュレス決済を利用する必要っていうのがあります。 一応、現時点で発表されているキャッシュレス決済っていうのがこんな感じとなっております。まあ、これは5月2 3日現在のものとなっておりますね。まあ、パッと見た感じね、結構見覚えのあるようなキャッシュレス決済が多いと思うんですけども、まあ、ざっとスマホ決済だけで言うとこんな感じですね。ファミペイ、メルペイ、au ペイ、d 払い、ゆうちょペイ、楽天ペイ、ラインペイ、ペイペイとかですね。なので、まあ、本当にね、僕の動画でもよく取り上げているスマホ決済はある程度対応してる感じですね。あと他にも、電子マネーも対応しております。モバイルスイカであったりとか、 あと7個とかあとワオンとエディとかですねあとはまあちょっとねピックアップはしてないんですけども今出てるようなビザプリペイドで有名なまあキャッシュですねまあ、他にもですねまあスゴーカであったりとかパスもトイカとかニモカとかそういったところも対応してるという感じですねなのでまあこの中から好きな決済サービスをまずは一つ選択をするとこれは必ず一つとなっておりますでこの2番目の好きな決済サービスを選択したら次3番目選択した決済サービスにマイナポイントが付与されるということですねで で、ポイントをもらうまでの流れなんですけども、まず、まあ一つ、スマホ決済であったりとか、まあ PayPay だったら PayPay とか、電子マネーであれば、モバイルカか、いずれかを選択して、その中にまず2万円をチャージします。そうすると、それにプラスアルファで5000円分のプレミア部分ということで、ここで25%分のマイナポイントをもらうことができるということになります。 ま、その使う決済サービスによってはもらい方とかはかなり変わってくるのかなと思うんですけども、ま、その時ま、僕もいずれか一つを選ぶと思うんですが、その時選んだものを含めてまた動画にしようかなと思います。で、それと合わせてトータルでこれで2万5 0円ということになりますね。でですね、このマイナポイントなんですけども、いろいろちょっと僕も調べて公式ページにはちょっと見当たらなかったんですが、このプレミア部分の5 0 0円に関しては一回限りかもしれないかなという風に、ま、ちょっとしたネットの記事にも出ておりました。 ここに関しては明確じゃないので、ちゃんと発表があればままたお伝えしますで実際にここの3番目の選択した決済サービスにマイナポイントが付与された時点で、ここで実際にお買い物で利用するということですね。PayPay を選んだ方であれば PayPay が使えるお店だったりとか、あと他に D 払いであれば D 払いが使えるとことか、AUPay 利用されてる方であれば AUPay っていう感じですね。で、今回ですね、このマイナポイントを利用する際の決済サービスの選ぶ方法は至ってシンプルなんですけども、ご自身がよく利用するキャッシュレス決済、もうこれを で選べばいいと思います。 で、それもプラスアルファでよく利用するお店がどの決済サービスに対応してるかみたいな、そういった感じで選べばいいかなと思いますので、そんなにこうたくさんあってね、迷う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ大体よくこのお店が使うなっていう感じで、軽い感じで選ぶのが一番いいかなと思います。で、一応ですね、これ公式で発表されてた日程なんですけども、まず好きな決済サービスを選べるのが2020年の7月から選ぶことができまして、マイナーポイントが付与されるのが2020年の9月から付与されるということになっておりました。結構前の 動画でもお伝えしたことがあるんですけどもこのマイナンバーカードの発行はですね、もう極力ほんと早い方がいいかなと思います。もちろん無理にこのマイナポイントを取り組む必要というのはないんですけども、まあ、ただで5000円もらえるって考えたら、僕的にはまあ、このチャンネル見てくださっている方であればね、スマホ決済とかキャッシュレス決済使っている方がかなり多いと思うので、まあ、チャージとかに関してはね、かなり簡単に行うことができるので、まあ、ぜひですね、ただでもらえるうちにはこういったのはもらった方がいいかなと思います。でですね、もしこの通知カードだけ手元に にある方っていらっしゃると思うんですがもうこの赤い点々で囲まれているところにいろんな情報が記載されている方であればまあ、これであればもうすぐにマイナンバーカードの発行がすぐできますでもしこの部分がですね米印みたいなマークで点々点ってなってる方ってだいたい再発行とかの方なのでまあ、そうなった場合はちょっと手続きに時間がかかるかなと思います一応マイナンバーカードの発行方法っていうのがスマートフォンとパソコンと郵送であとはスマイの市区町村との窓口ということですね で、僕、個人的にお勧めするのはやっぱりスマートフォンとパソコン郵送ということで、一番早いのはオンラインで取り組んだ方がやっぱり早いですね。まあ今はね、ぶっちゃけまあマイナポイントとかよりか特別定額給付金とかの方がかなり忙しくはなってきてるような状況なので、まあ市区町村のこう窓口に行って行うのはまあ大変な状況かなとは思うので、まあできればね、本当に自宅でできるようなスマートフォンでできたりとか、パソコンとか、であとは郵送とかでもできるので、 まあ、こういったところから取り組むのが一番いいかなと思いますね。で、念のためですね、このマイナーポイントを使い切ったらということなんですけども、もしまあこれが仮に1回限りだった場合、まあ、先ほどちょっと前にもお伝えしたんですけども、多分まあ1回だけもらって終わりかなと思うんですが、これを使い切った場合は、やっぱり大事になってくるのは通常時の還元率ということで、まあ まあ、スマホ決済で例えると、還元率設定比較ということで、以前ね、僕も動画に上げさせていただいてるんですけども、まあ、そういったところの通常の還元率っていうのがやっぱ大事になってくるかなと思います。で、僕自身に関しましては、これもね、ちょくちょく動画でお伝えはしてるんですけども、この2種類をまあ、使っていこうかなと思っています。もちろんね、スマホ決済のキャンペーンとかがあれば、それに乗っかるんですけども、まあ、例えばそのクレジットカードの場合に関しては、ビザラインペイクレジットカードですね、これが3%還元ということで、2021年の4月の30日、 日ままでででここの3%還元をポイントで受けることができますなので今もお伝えしたようなスマホ決済の大きなキャンペーンがない限りはこのクレジットカードを使う予定ではあります。でもしまあこの3%還元が終わったら v i s a プリペイドカードのキャッシュを 使おうかなという感じですかねまあ、もちろんねこれもクレジットカードと連携してキャッシュとクレジットカードの二重取りを行う予定ではありますちなみにビザラインペイクレジットカードとキャッシュの連携を行ってもラインポイントはもらえませんのでこれはお気を付けくださいまあそんなこんなで今回はキャッシュレッシュ会社還元事業が終わってマイナポイントまでの流れを簡単にだけお伝えさせていただきましたまあ実際にですねこのマイナポイントが始まるぐらいのタイミングで先ほどお伝えしたマイキー ID のことであったりとかまあ、ちょっとした登録方法 だったりとかそういったところをですね、また僕が実際に行った動画もまたアップロードしようかなというふうに思っております。一応ですね、今回お伝えしたマイナポイントについての公式のリンク、もしくは通常時の還元率などの僕が作った動画のリンクも貼っておりますので、ちょっと詳細気になるなっていう方はチェックしていただければと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。